新作映画紹介シネマギークです。今回ご紹介しますのはシネマサンシャイン北島で見てきました異国日記、原作は山下智子さんの漫画になっておりまして、監督は瀬田夏樹さん、東京芸術大学の大学院映像研究科を修了されている方ですので、近年だとインディーズ映画では名前を残しております。と言っていいんでしょうか、大手配給会社の映画はこれ初めてかなと思ったりもします。確かアマゾンの映画も作ったりしたかなと思います。で、出演は新垣結衣、ガッキーですね、早瀬憩子、加宝、小宮山里奈、染谷翔太、瀬戸康史というになっておりますけども、この山下智子原作漫画の映画化ではあるんですけども、これがまた実写映画化としてはかなり満足のいく一本に仕上がっておりました。主要な登場人物がそれぞれにキャラクターの個性が非常に強く、どこか共感をしつつ、そしてどこかそういう人いるよねという何かを感じる、何かを思わせる部分っていうのがあるというところもあって、見ている側が自然と引き込まれる魅力に満ちた一本になっておりました。物語の方ですけれども、両親を交通事故で亡くした匠朝、これ早瀬憩子ちゃんですけども、両親の葬儀の最中、彼女を引き取る決意をする言葉をしたのは朝の母親と絶縁だった朝の母親の妹、高台真希夫、これ新垣結衣ですでした。全くと言っていいほどそれまで関係性がなかった2人なんだけども、共同生活を始めるんだけども、うまくやはり歯車が噛み合わないと。で、他人との距離感を測ることに対して大して興味のない牧を、そして思春期ならではの好奇心でどんどん相手側のテリトリーに踏み込んでいく朝、どこまでもちぐはぐな2人の関係なんだけども、周りの協力してくれる人たちのおかげもあって徐々に2人の生活が馴染むものになっていくんだけども、という物語になっております。で、ガッキー、新垣結衣の素晴らしいと言いますか、ズブロ感のある小説家の演技は良かったと思います。早瀬憩子のフレッシュながらも感情豊かな演技も良かったと思いますし、この二人の相乗効果が非常に素晴らしい、出来栄えになっておりまして、日常ドラマとしては非常に完成度が高いものになっております。特に、注目してほしいのは、新垣結衣のいってらっしゃいの声の響きが最初と最後で同じような棒読み感があるのに全く違う感になるというところです。まあ、冒頭では距離感をつかめない感覚、もしくはこの大嫌いだった姉の娘だけども引き取った以上責任を持たないといけないけども不安と疑心に満ちた中で、距離感のあるいってらっしゃいだったんだけども、最後は家族として迎え入れることができている雰囲気、これは一緒に過ごしている同居人としてのいってらっしゃい、これはもう本当家族愛と言ってもいいと思いますけど、この辺の声のトーン、共に無気力で棒読みなんだけども質感的に愛情があるかないかが明確に感じられるという非常に不思議ないってらっしゃいの声だったと思います。ここは本当に素晴らしかった。で、あとはもうボッサボサの髪でスウェットの上下なんだけども、やはり、やっぱりガッキーはガッキーというところで可愛い綺麗雰囲気って言ってるのはすごかったなというところだと思います。で、もう一人の主人公早瀬憩子なんですけども、非常に等身大のキャラクター感がうまく出ていたと思います。親を亡くしたもののこう毅然とした態度という冒頭があるからこそ、ラスト前の砂浜のシーンからの駐車場の流れというところにとてもその雰囲気が生きていたと思います。で、前編を通して思春期の女の子が持っている悩みであるとか精神模様という部分がうまく散りばめていましたし、そこに登場する女優がみんな素晴らしかったと。例えば、そうですね、朝ちゃんの同級生でいうと親友の奈良エミリー役の小宮山里奈の演技も非常に良かったです。これがあとはクラスメイトで後々親しくなる秀才の女の子、森本千代役の伊礼姫奈の2人も非常に良かったということで、この2人との会話であるとかやり取りコミュニケーションっていうところが、この主人公の一人朝の成長をうまく促すポジションとして見せてくれてると思います。
で、サブキャラクターの一人と出てくる笠町慎吾瀬戸康史ですけども、この人が非常に優しすぎる友人といったところも含めてですね、出てくるキャラクター全員がみんな結果的に優しいという非常に心温まる展開になっているというのも非常にいいところだと思いますし、そういうキャラクターが出てくるからこそ気持ちのいい終わり方をしてくれるというところに輪をかけていると思います。まあ、タイトルの異国という言葉がどこに引っかかるのかを感じられるかどうかで感想は変わるかなと思ったりもします。第三者との生活の中で、つけていく日記というのが出てくるんですけども、これが、タイトルに直接該当するものだと思うんですけども、やはりそれぞれの個人個人がそう簡単に分かち合えないという部分が、一人一人を国と例えてみると異国の異というのは違う感じになるけども、やはり異国という意味合いを踏まえて自分自身というふうに解釈をしていくと、また違ったものに見えてくるとは思います。あと家宝を交えた餃子作りをするというところもありまして、このあたりのガールズトークなどはこう非常に自然って言いますか、ナチュラルな雰囲気になっていまして、年齢が違うにもかかわらず、非常に見てる側としては日常を切り取ったように見えるという雰囲気の演出は非常に良かったなと思いますし、あの日常感があるからこそこの映画全体の柔らかな雰囲気っていうのはできていたんではないかと思ったりもします。その一方で映画全体で言いますと、ストーリーが非常におとなしめというところもありまして、抑揚は少なめかなとは思います。話のテンポはかなりゆっくりになっておりますので、そういったゆっくりとした話の展開っていう部分が苦手な人、例えば感情の一つ一つを紐解いて読んで見ていくと非常に面白さを感じるんだけども、そういった部分じゃなくてもっとこう分かりやすく説明してほしいみたいな展開が好きな人は、若干苦手感が出るかもしれないし、シナリオの展開に苦手感が出るかもしれないかなとは思います。とはいえ、そういった日常を見せるうまさっていうところは随所に現れていて、部屋の片付けの云々であるとか、一緒に生活をしてどうのこうのという細かなところを言い出すと、キリがない部分があるんだけども、ただ見ていて全く知らない人との関係性が構築されていく流れという部分に関して言うと、人の成長であるとか人と人の付き合いという部分がどんな形であれ上手に構築することができれば、かけがえなものになる、かけがえのないものになるという部分、これは、少なからず誰もが経験する部分だとは思いますので、そういった人間関係の構築という部分に関してスポットを当ててみても、見ているとやはりコミュニケーションの大切さという部分が非常に感じられる一本の映画になっておりますので、そういう部分、いわゆる人間と人間の関係性に構築の悩むような方であるとか悩んでいる方っていうのは、ぜひ見ていただくと何らかの刺激を受けるかもしれないなと思いますし、どうしても若い人なんかは直接的な関係性、言葉でに関してもそうですが、直接的に発言することも多いと思うんですも、そういった部分ではない関係性を一つ見るチャンスになると思いますので、ぜひ映画館でご覧いただきたい一本になっておりますということで、今日はシネマサンシャイン北島で見てきました異国日記ご紹介しました。よかったらチャンネル登録もお願いいたします。